忘れてたから一緒に行けたら。これからネギが美味しくなりますから、ぜひ焼きネギも。ホイルに包んでグリルで焼くと、すごい甘くて美味しい、ね、焼きネギが。鮭があるので、じっくり焼いて。あと、この講師の裏方の仕事とかもしてるので、テレビをやっぱり見てるだけの方が楽しい。皮から焼きますよね。はい、どっちでも大丈夫です。皮は、はい、問題ないです。あの一味ままの場合は皮から焼いてもらった方がくるっとなりにくいんだけど、今日一口で焼きたいので、一口でパリッと焼いてもらった方がいいので、少々油を引いたり、あとあのお宅訪問の冷蔵庫を開けて、お宅訪問のやつも、ね、最初からこれを入れといてくださいみたいな。